はいどうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎、危険な二人、今回は後編です。前回、前編の最後は神宮寺が盗んだバイクで走り出してしまいました。では後半続きからやっていきます。先生は岡崎さんを追いかけて行ってしまった。私はどうしようかな。事務所で先生の連絡を待つしかなさそうね。そうだ、バイクの持ち主に事情を説明しておかないと。確かに。先生気をつけて。すごい怒られそうだよね。俺はなんとか岡崎を見失わずに追いかけてきた。岡崎はこの道をまっすぐ走っていった。この道は大きな公園に通じている。公園で誰かに会うんだろうか。場所移動、公園。よし、もうすぐ決着がつきそうだぞ。俺はさらにスピードを。危ない、車が。俺はとっさに。固まった。どうした？おい探偵、しっかりしろ。生きてるか？びっくりした、フリーズしたかと思った今。あ、頭が痛い。みんな事故っちゃうねこれね。おい大丈夫か？そうだ、だってヘルメットかぶってなかったもん。神宮寺、聞き覚えのある声だ。俺はゆっくりと目を開いた。おお、合同親分じゃん。俺はどうやら明治組の合同親分の車とぶつかったらしい。おお、生きているようだな探偵。聞く、合同事故のこと。お互い体は大丈夫だな。いいか探偵、この事故はなかったことにするからな。黒いことになってる。俺がここにいたことをかみさんに知られるとまずいんだな。何してんの合同親分。この事故はお互いの不注意で起こったんだからな。じゃあ俺は行くぞ。文句があったらうちの事務所まで来い。相変わらず自分勝手な人だ。どっちかというと向こうの方が悪いような気もするが。だが今はそれどころじゃないな。見失っちゃったよねこれ多分。場所移動、公園。思わぬ事故で時間を取られてしまった。岡崎はまだいるのだろうか。バイクも大丈夫なのかね。これ盗んだバイクで走り出しちゃったからね。さてこの絵ウケるね。場所移動、岡崎を探す。ひたすら探すんだって。岡崎を探す。場所移動、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 なんかいるよ。聞く、あたりの人。岡崎の人。知らないわよね高橋さん。そうだね恵子さん。なんだよリア充。場所移動、岡崎を探す。場所移動、岡崎を探す。なんか寝てる人いるね。聞く、あたりの人。岡崎のこと。岡崎、へ、会社が何だってんだ。どうした大丈夫。聞く、あたりの人。気づいたこと。ああ、あんたタバコをくれないか。さてどうしよう。タバコを渡す、断る。タバコじゃ、いきなりなんか A と B で出るんだね。A、タバコじゃ渡しましょう。なんだあんたタバコ持ってないじゃない。タバコ持ってなかった。周り見る。岡崎はこの公園にいるのだろうか。不安になってきたな。もう一回周り見よう。何をキョロキョロしてるんだ。そういやあんた、さっきから茂みの中からうめき声が聞こえるんだが。私の空耳かね。公園の茂みの中でうめき声とか怖くない。場所移動、岡崎を探す。うむ、茂みの中も調べてみるか。岡崎、
岡崎が倒れている。俺は岡崎を抱きかかえた。なんということだ。岡崎の溝落ちには包丁が突き刺さっている。約束していた人に刺されたってことか。取るの？なんか取る。お願いだ。包丁を抜いてくれ。そうしてやりたいが、包丁を抜くと血が吹き出て危険な状態になってしまう。少しの間我慢してくれ。聞く。岡崎。岡崎のこと。う、それは、う、傷が痛くて。人調べる。岡崎。岡崎は痛みに耐えきれず包丁を抜こうとした。いかん、我慢するんだ。俺は岡崎の手を押さえた。呼ぶ。誰か警察じゃないや、救急車呼んでください。あたりの人、そうだな、誰かを呼ぼう。おい、誰か来てくれ。もしもし、どうかしましたか。岡崎、お前は運がいいぞ。こんな時に警官が来てくれるなんて。さ、早く岡崎を病院へ。お前、何をしている。人殺し？勘違いされてる。いや、違うんだ。うるさい、何を言うか。さ、立つんだ。これは少々まずいことになりそうだぞ。私は先生を待って事務所で夜を明かした。先生、連絡くらいしてくれればいいのに。場所移動する。メゾンアールへ。でも先生がから連絡があるかもしれない。場所移動。メゾンアール。うーん、じっとしてられないわ。どうしよう。呼ぶ。あたりの人。何ですか。いきなり周りに人がいる。聞く。あたりの人。事件のことって危険だ。そう、このマンションの高杉さん、事件に関係していたんですってね。怖い世の中だこと。あたりの人。高杉のこと。そう、このマンションの高杉さん、あ、同じこと来ちゃった。怖い世の中のこと。聞く。あたりの人に、事件のこと。事件に関係していたんですって。同じこと言ってるね。場所移動。じゃあ事務所に戻ります。それが一番良さそうね。なんだ、鍵もかけずに不用心だな。トマさん来たね。いや、それどころじゃないんだ。実は神宮寺くんが逮捕されたんだ。勘違いで逮捕されちゃったんだ結局。引く。熊野。神宮寺のこと。実際のところ私にはまだよくわからんのだ。この曲いい曲だよね。脅すんだってクマさんを。なんでクマさんを脅すんだろう。落ち着きなさい。それで私はこれから事情を聞きに行くつもりなのだが。場所は警察署だ。また後で連絡するよ。じゃあな。あんまりクマさんっぽい口調じゃないね、この頃がね。場所移動。警察署。一体何があったのかしら。ここへ来てみたけれど。引く。受付。熊野のこと。ヨドバシ署の熊野警部ですか。お呼びできませんね。お呼びできないんですか。受付。石橋のこと。お呼びするわけにはいきません。ケチだね。周り見る。おお、久しぶりだな。あ、来たじゃん、呼ばなくても。なんだ、いるじゃない。ケチだね、受付の人ね。聞く。石橋。神宮寺のこと。ああ、あいつは自由の身だ。
今頃は事務所にでもいるんじゃないのか。よかったね、誤解は解けたんだ。そうだ、いいものをやろう。ほら、大谷の写真だ。余ったからやるよ、余るものなの写真って。それじゃあ私は忙しい身なんで失礼。ちょっとなんか陽子にはちょっと優しいよね。神宮寺にはなんか結構厳しい感じだったけど。場所移動、事務所にいるかな神宮寺。先生はまだ戻っていない。どこにいるのかしら。どうしよう、どうしようなの。周り見る。高杉です。入りますね。あ、高杉だ。どうも久しぶりだね。あなた何しに来たの。聞く。高杉、岡崎のこと。あいつが死んだのは僕のせいだ。あいつは無実なのに。無実。聞く。高杉、岡崎のこと。あいつは僕に全部話してくれたんだ。あいつは金が必要だった。それで自分の家を売って金、お金を作ろうとした。でもその家は京子さんの両親から譲り受けたものだったんだ。当然京子さんは反対した。そして岡崎は京子さんを殺すことに。そう短絡的だね。でもあいつはその時になって急におじけづいてホテルにさえ行かなかった。レースが終わり、田村と再び入れ替わるのを待っていた。だが知っての通り田村の事故でそれも不可能になった。そして僕を頼ってきた。僕はあいつを信じるよ。殺人の計画を立てたのは事実だ。でもあいつは実行できなかった。まあいい話じゃないねこれはね。聞く。高杉、田村のこと。僕は岡崎からの伝言を田村に伝えただけだ。正直なところ僕には何が何だかわからない。聞く。高杉、山本って人は結局何なの。僕も山本のことは気になっている。あいつの話を聞けばもっといろんなことがはっきりすると思うんだ。でも山本はどこにいるんだろう。聞く。高杉、高杉のこと。僕は神宮寺さんに嘘をついた。あのレースの日僕はずっと家にいたんだ。誰にも会わなかった。アリバイが証明できない。田村が死んだ時も。これからのことを考えると僕はとても恐ろしい。でも陽子さん、君だけは僕を、いや僕と岡崎を信じてほしい。誰も殺さなかった。それじゃあさよなら。さよならって言い方がすごい気になる。高杉さん、周り見る。あら、奥の先生の部屋で人の気配が。怖いね。場所移動、中に入る。誰なの。先生、さっきからいたんですね。どうして教えてくれないんですか。いや、俺がいない方が高杉がいろいろ話しただろうから。元彼との話を陽子は聞かれてたんだね。ちょっと性格悪いね神宮寺ね。タバコ吸う。俺はタバコに火をつけた。わからん。なぜ石橋はあんなにあっさりと俺を釈放したんだ。クマさんのおかげなのだろうか。ここではクマさんって呼んでるね。それにさっきの高杉だが、あいつの言ったことは本当なのだろうか。アリバイがないとなるとあいつが最も怪しい。陽子くんには悪いが一つ調べてみる価値はありそうだぞ。聞く。陽子、高杉のこと。やっぱり疑うんですね。でも仕方ないですよね。高杉さんは帝国物産で働いています。あ、そうだ、これ大谷の写真です。石橋さんがくれました。物調べる。持ち物、大谷の写真。大谷の写真だ。あ、顔は見れないんだね。じゃあ場所移動します。帝国物産、
はい、どのようなご用件でしょうか。聞く、受付。高杉のこと。高杉は何度か来ましたけど、今どこにいるのかは。すいません、お役に立てそうにないですね。そうなの、行方不明なんだ。場所移動、明治組に行きます。任侠なんだ、事件の捜査か。どっちにしても俺は何も知らねえが。聞く、王蔵、大谷のこと。おい探偵、よく考えてみろよ。俺が何か知ってると思うのか。ヒゲがすごいね。何か見せる。大谷の写真。剛蔵、おめえこりゃ確かこいつは小林組にいたような気がするがな。名前は思い出せねえな。小林組にいた人なんだ。引く、剛蔵、小林組のこと。何をやってるんだか知らねえが、ずいぶん景気が良さそうだな。事務所は六本木にあるぜ。え、六本木なんだ、すごいいいとこにあんね場所移動、小林組、いきなり行けるようになった。小林組だ。そんなにあっさり入れちゃうの。お、若い男がいるぞ。下っ端のようだが何か知ってるだろうか。なんだお前は。神宮寺、怪我大丈夫なの。バイクで転んだのにね。聞く、男、大谷知ってます。なんだよ、帰れよ可愛いね口調がでもね、脅しちゃうんだって。誰よ。男、なんだよいてててて、安岡さん助けて。なんか スーパーマンがいるのなんだ、情けない声を出しやがってあなた安岡さんこいつがいきなり。なんだお前は。聞く、そうか、大谷知ってます。それよりお前は何者なんだ。確かにね。そしたら写真を見せようか。何か見せる。大谷の写真。安岡、なんだ、どうしてお前がそんなものを持っているんだ。何、探偵。お前がなぜ大谷さんを探しているのかは知らないが、もし大谷さんの居所が分かったら俺にも教えろ。いいな。どうしたの、あなたたちも探してるのか。場所移動、帝国物産。はい、どのようなご用件でしょうか。呼べるの、もう高杉。高杉はおりませんが、上司の青地がお会いしたいと申しております。少々お待ちください。上司が出てくるって。周り見る。お、青地か。神宮寺さんですね。お話は高杉から伺っております。私は青地と言います。よろしく。聞く、青地、高杉のこと。高杉のアリバイなんですけどね、警察が私の証言を信用してくれたらしいのです。あのレースの日、私は高杉に電話したんです。もちろん彼は部屋にいました。高杉の身内同然の私の言うことなんて誰も信用してくれないと思っていたんですけどね。いやー、行ってみるもんですね。もしダメだったら神宮寺さんのお力を借りようと考えていたんですよ。聞く、青地、高杉のこと。それに田村という人が死んだ夜の高杉のアリバイをおぞねという人が証言してくれたそうです。おぞねがね、おぞねか、あいつの言うことなら信用しても良さそうだな。おぞね、おぞねすごいね、すごい信用されてるね神宮寺に神宮寺さん、すいませんが私はこれで失礼します。ご用があればいつでも呼んでください。それでは、場所移動します。
事務所。おお、ちょうどよかった。実はな、西村美希という女が岡崎を殺したと自首してきたのだ。今石橋くんが取り調べをしているのだが、それが終わったら会えるように手配しておくよ。私にできることはこれくらいしかないからな。じゃあ急ぐんでな。失敬。先生、場所移動。警察署。さてどうしようか。周り見る。お、あれは塚巻がいるぞ。こんなとこに塚巻いるんだ。呼ぶ。塚巻、あんたか。今日違う服着てるね。聞く。塚巻、塚巻のこと、大谷のことでね。ちょっと聞く。あ、そうだよね、大谷ってお金出してくれてた人だもんね。塚巻、大谷のこと。大谷はあの事件の日からずっと東京のホテルにいたらしくてね、そのホテルから私のところに電話があったんだよ。大谷がホテル代を払わずにいなくなったってさ。ホテル代払わないの。それで私は善良な市民の義務として警察に通報したわけだ。まあおかげでまたあの石橋と会うことになっちまったけどね。塚巻に、じゃあ今度はホテルのこと。ホテルトキオだ。さあこんなところに長いは無用。私は帰るよ。もう二度と会うこともないだろうがな。それじゃ場所移動。トキオ、誰もいない。誰もいないの。なんかこれはボロいホテルってことなのかな。呼ぶ。フロント、んー、なんか柄の悪いフロントの人だね。なんだ なんだって。口の聞き方もひどいね。聞く。フロント、熊野の音聞くんだって。話してやらねえこともねえが、いくら払う。さてどうするかな。 A5000円。 B 脅す。A にしようか。 A、 世間の相場はもう少し高いかな。うむ、さらに5000円落とす。 A、 もう少しもらわねえと。うむ、さらに5000円。世間の相場はもう少し高いかな。何に対してのお金なのこれ。うむ、さらに5000円。あと5000円どうだ。よし、あと5000円出そう。いかん、あと1325円しかない。どうしよう。A 1000円、 B 325円、 C 暴れる。暴れるくんはしない。 B にしようね。なんだよこんな小銭もらったって。おい見ろよこの5円玉。まさかエラー効果。こりゃお前古い5円玉だ。穴が開いてないんだぜ。俺欲しかったんだ。俺5円玉を集めてるんだ。ご縁がありますようにってな。ほらこの5円玉以外は返すよ。これだけくれよな。さ、何が聞きたいんだ。5円で済んでよかったね。では聞く。フロント、大谷のこと。よし話してやる。俺は新聞を読んでるから事件には詳しいんだが、新聞情報だった。大谷がここに来たのはレースのあった日の夜だ。そして田村ってやつが死んだ日があっただろう。その日の昼間だぜあいつが出て行ったのは。田村を迎えに行ったのは大谷ということか。俺はそう思うかな。聞く。フロント、大谷のこと。それから大谷は出て行った次の日朝早く戻ってきた。
そしてまた出て行った。すぐ戻ると言っていたんだが、戻りやしない。それで塚本のところへ電話したわけだ。ホテル代を払えってよ。こういうことは早めに手を打った方がいいからな。引く。フロント。安岡のこと。聞いたことのある名前だ。なあ。引く。フロント。気づいたこと。思い出したぜ。安岡って男な。そいつが一度大谷を訪ねてきたな。大谷が出て行った後だがな。ふむ、安岡も本当に大谷の居場所は知らないらしいな。聞く。フロント。大谷のこと。そうだ、これは俺の経験から言うんだが、何の経験？大谷は宿帳にきちんと正しい名前や住所、連絡先を書いている。それでよ、あいつはちゃんとここに戻ってくるつもりだったんじゃないかと思うわけだ。つまり大谷も予想していなかったことが大谷の身にあったということか。では場所移動します。警察署。おう、神宮寺君。ミキと話せるから取調室へ行ってくれ。手早くな。入っちゃっていいんだ、探偵風情が。場所移動。取調室。こんな人か。神宮寺さんですね。私のせいでご迷惑をおかけしました。あなた本当に殺したんですかね。聞く。ミキ。事件のこと。私は事件そのものはよくわからない。田村君からは何も聞いてはいませんでした。レースで事故が起こって、それが岡崎さんではなく田村君だということが分かって本当に驚きました。田村君はどうなるのだろう。私はそればかり考えていました。そんなところに岡崎さんから電話があったんです。田村のことは何とかするから安心してくれって言いました。聞く。ミキに。では事故のこと。田村君は事故で死んだのではありません。殺されたんです。岡崎さんが事故に見せかけて田村君を。でも証拠がなくて。聞く。ミキ。あなたのこと聞きたいわ。私は岡崎さんが許せなかった。憎みました。そして私の手で殺そう、そう考えたんです。私の田村君の命を奪ったんだもの、当然の報いだと思いました。包丁を持って家を飛び出しました。でもあの人がどこにいるのか分かりませんでした。それで一度も会ったことはなかったけど、田村君から聞いたことがある高杉という人へ電話してみたんです。岡崎さんの居所を知っているんじゃないかと思って。そしたら電話に出たのは岡崎さん本人でした。私が何を言ってもあの人は何も知らない、僕は関係ないと言いました。私はますますあの人が憎くなりました。そして私が会いたいと言うと、あの公園で待っているように言ったのです。そして公園で殺しました。聞く。ミキ。山本のことを聞きます。そういえばその人から田村君のところに手紙が来たことがありました。ずっと前のことですけど、ボンゾという店で働き始めたから一度来てくれ、そんなことが書いてあったと思います。ボンゾ、何の店だ。外に出ます。場所移動。うむ。さてどうしようか。場所移動。事務所。お帰りなさい。どうでしたか。どうしようか。周り見る。お、そうだ、あれを使えばボンドの場所がわかるかもしれないぞ。物を調べる。
ネットで調べるっていう環境じゃないんだよね。電話帳。お、ボンチャが載っているぞ。住所も載ってるし、電話帳は便利だな。しかし、本当にここなのだろうか。とにかく行ってみるか。場所移動、ボンゾ。いらっしゃい。え、山本のことで？聞く。カーテン。山本のこと。山本はね、1年くらい前に死にましたよ。え、なんかみんな死んじゃってる。病気でね、不審なところはなかったですね。聞く。カーテン。山本のこと。山本が死ぬ1週間くらい前にね、私に手紙を見せていったんですよ。これは脅迫状だってね。今にして思えば、あれは岡崎にやってたんでしょうね。どんな内容だったかは知りませんけどね。聞く。バーテン。岡崎のこと。警察にも話したけど、山本が死んで間もなく岡崎がここに来てね、山本のことを聞いていきましたよ。もちろん私は山本が死んでしまったことを教えてやりましたけどね。きっと脅迫状を受け取ってびっくりしてやってきたんでしょうね。取る。何で取るの。まだ昼間だが、何かもらおうかな。さて、また選べるんだ。どうしようかな。ここは B だって。ブランデー。やっぱりこれだな。うむ。さて、山本は死んでいた。岡崎はそれを知っていた。この事実から何がわかるか。岡崎の本当の目的が京子を殺すことだったとすると、事実間が合うな。京子をホテルに呼び寄せるために自分を脅迫している山本を殺すつもりだと匂わせた。京子はそれをやめさせようとホテルにやってきた。とするとだ、寮を撃った男は岡崎ではないことになるじゃないか。なぜならばだ、寮を殺すことが目的なら京子をホテルに呼んだりはしない。レース中にホテルにいるところを見られては困るからな。ふむ。では場所を移動します。警察署。さて、どうしたものか。このまままた場所を移動するんだって。場所移動、ボンゾ。おい探偵、ちょっとした進展があったんでな、教えてやるぞ。聞く。石橋。大谷のこと。大谷の死体が見つかった。え、もうすごい死んじゃうね、人ね、今回ね。予想してただろ。聞く。石橋。すごいね、サイコパスがいるんだね、大谷のこと。東京郊外の山の中で土砂崩れがあってな、まあ偶然発見されたわけだ。明らかな他殺だ。死んでからもう何日も経ってる。鈴鹿で田村が死んでいた時に乗っていた車があっただろう。あの車の持ち主に大谷の写真を見せたらな、この男に間違いない、そう断言したんだ。やはりそうだったのか。その後に殺されたらしいな。ま、あんたも命は大切にするんだな。じゃあな。みんな言うだけ言っていなくなっちゃうよね。うむ。では場所移動の事務所。さて、どうしたものかな。陽子くんはいないようだが、あ、いなくなっちゃったな。周り見る。ん？誰か来るぞ。入るぞ。あ、クマさんか。おい、神宮寺くん。大谷がすでに殺されて。なんだ、知っていたのか。ね、なんかみんな死んじゃってもう、聞ける人もいなくなっちゃったね。聞く。クマの。大谷のこと。なあ神宮寺くん、当たり前のことだが、大谷が殺されていたということは、大谷を殺した奴がいるということだな。亮君を殺そうとした男はともかくとして、大谷を殺す
ったやつはある程度目星がつくと思うんだが、それもそうだな。引く熊の誰について引こうか。そう、誰が何やらだね。高杉のこと。高杉か。いや、あいつには東京に戻ってからずっと尾行がついていたからな。そんなことをしたらすぐにわかるよ。そうか、尾行がついていたのか。うむ、君にもついていたんだ。え？うむ、そうでなければあんなに早く釈放されたりしないよ。石橋君は少しでも多くの情報が欲しかったんで、事件に関係していそうな人間はみんな尾行をつけて泳がせておいたんだ。ま、悪く思わんでやってくれ。神宮寺尾行されてて全く気づかなかったんだ。なんか神宮寺らしくないよね。引く熊野青地のこと。高杉の会社の上司。ああ、高杉のアリバイを証言した男だな。何か怪しいところでもあったのか。引く熊野安岡のこと。うむ、私の知る限り一番怪しいな。そういえばあの男についてはほとんど何も分かっていなかったな。よし、あの男に食らいついてみるか。食らいついちゃうの。それじゃあ私は失礼するよ。気をつけてな。うん、気をつけてみる。では、場所移動しよう。小林組。うむ、行ってみるか。いつもいる留守番の若い男がいないようだな。いつもいるって今で2回目で来たの。では、呼ぶ男。ああ、あんたか。どうしたの、なんか元気ないじゃんね。聞く男。安岡のこと。安岡さん、いや知らないよ。どうしたの。ん、こいつ何か隠してるな。もうまた脅すよ。もうなんか神宮寺すごい怖いからね、脅してばっかりで。いてててて。わ、分かったよ。安岡さんは帝国物産へ行ったよ。え、なんで、どういうつながりなの。大谷さんの死体が発見されたとかで慌てて出て行ったんだ。なんだと。そのことと帝国物産がどう関係しているんだ。じゃあ帝国物産に行こう。はい、どのようなご用件でしょうか。引く受付。何か人相悪い安岡って人来ませんでした。喋んないね、受付。場所移動。ボンドだって。うむ、実はさっき安岡という人が来たんです。来たのか。やっぱり暴力団風の人で、青地さんを呼び出してどこかへ連れて行ってしまったんです。青地さん大丈夫かしら。どうしたんだ、どういうつながりだろうね。場所移動。警察署。ああ、探偵さんか。人調べる。石橋何か言いたそうだな。人調べる。石橋、実はな、今回の事件に関する捜査を全て中止するようにという命令が出たんだ。え、誰から。どうやらどでかい圧力が警察にかかったらしいな。圧力がかかった、どういう意味かわかるか。つまり事件の核心に迫ったということだ。俺は圧力に屈したりはしない。首覚悟で捜査を続けてやる。おお、かっこいいね。俺は帝国物産で聞いたことを話した。何、安岡が青地を連れ出した。なるほど、これで大体事件の全貌がわかるな。よし、俺は行くぞ。すぐいなくなっちゃうね、なんか話したらね。場所移動。モンド。ちょっと待ってくれ。青地が何やら怪しいってことは、青地の言葉は何一つ信用できないということだ。あんたのことだ。もう分かってるだろうが。あんたの助手さんに注意しててくれよ。それから、今までいろいろとすまなかった。
許してくれ。じゃあ俺は行くからな。急に優しくなるとさ、なんか不安になるよね、逆にね。場所移動。では事務所に行きます。あんたの助手に気をつけろか。うむ、確かにあいつは両国にまだ気があるらしいからな。さて、その陽子くんはどこへ？だーって何？またフリーズ？なんか急に進まなくなる時があるんだよね。なんか押してます。ああ、やっと進んだ。なんだろう、このフリーズね。頭が、痛い、あ、なんだ、叩かれたのかな、これ。周り見る。誰かに後ろから殴られたようだ。ん？人の気配が。周り見る。うむ、今ここにいるのが俺を殴ったやつだったら下手に動くのは危険だな。さてどうしようか。うむ、おい探偵、気がついてるなら起きろ。俺だ、石橋だ。ん？なんだって？災難だったな、探偵。一体どういうことだ？どういうことだよ、石橋さん。俺のこと聞こう。あんたを殴ったのは安岡だ。何、事務所に潜んでたってこと？どうやらあんたを殺そうとしていたらしい。そんなことをされる覚えがあるのか？いや、とんでもない。身に覚えがないな。聞く、石橋。青地のこと。そうだ、青地はどうなったんだ？どこかに行ってしまった。どこ行っちゃったんだよ。調べてよ。そしたらね、安岡のこと。逮捕したよ。もう警察に送った。おお、手早いね。あんたが痛い目に遭ったおかげで遠慮なく安岡を取り調べることができる。それでこれから安岡を取り調べるのだが、あんたも来るだろう。じゃあ行くぞ。優しいね。頭痛いけどね。場所移動。警察署。怪我大丈夫なの、神宮寺。さあ取り調べ室だ。じゃあ早速殴りやがって。まず謝れ。おいおい、刑事と殺し屋が来るだなんて世の中どうなってる？殺し屋だと思ってたんだ。うるさいぞ。聞く。安岡。安岡のこと。おう、俺は逃げも隠れもしない。俺は大谷の兄貴の仇を討とうとしたまでよ。大谷の兄貴の仇を討とうとしたまで。仇討ち？それでどうして俺が？勘違いっぽいね。聞く。安岡。青地のこと。大谷さんが行方不明になってから俺はずっと心配していた。青地のおっさんに聞いてもはっきりとしたことは何も言わない。それが大谷さんが死んだという情報が入って、俺はすぐにピンときた。邪魔になった大谷さんを青地が始末したに違いない。俺は青地を呼び出してちょっとばかり痛みつけてやった。そしたら殺し屋に依頼して大谷さんを殺したと言いやがった。殺し屋神宮寺三郎。おいお前だよ。壮大な勘違い。なあ刑事さん、俺はまだ誰も殺していないが、こいつは大谷さんを殺したんだぞ。ここに座るのは俺じゃなくてこの探偵じゃないのか。だから探偵だよ。面白いね、この人ね、勘違いして脅す。石橋脅すの。ああ、すまん、考え事をしていた。うむ、分かってるよ。あんたにはずっと監視がついていたからな。あんたじゃないだろう。きっとうるさいあんたを始末しようとしたんだろうな。こいつに痛みつけられて苦し紛れに行った言い訳かもしれないしな。青地が神宮寺を殺し屋っていう嘘を言ったってことですね。何か見せる。大谷の写真。大谷の写真を安岡に見せます。うう、
大谷さん、すごい慕ってたんだね。大谷さんは帝国物産のために密輸の手配をしていた。だが寮とかいうやつに素性を知られてしまって、だからって殺すことはないじゃないか。さて、大体分かったと思うが、どう思う？どう思うか聞く。石橋、いや、そうか、いなくなっちゃったね。岡崎のこと。あいつは京子を殺そうとしてアリバイ工作をしていた。それを利用されたんだろう。亮、京子、田村、大谷、全ての罪を押し付けられた後殺される予定だった。事故か自殺に見せかけられてな。岡崎が三木に殺された時に一番驚いたのは犯人たちだろうな。いろいろな殺意がこう交錯して、結局事件がぐちゃぐちゃになっちゃったってことだね。聞く。石橋。田村のこと。田村の死が事故か、それとも事故を装った殺しなのかはまだはっきりしない。しかしだ、犯人にとって最も重要だったのは三木の証言だろう。岡崎から電話があって、田村のことは任せておけと言ったというあれだな。あの証言で我々の目を岡崎の方へ向かわせようという計画だったのだろうな。もちろん三木に電話をしたのは岡崎じゃないだろう。大谷か、それとも。聞く。石橋。大谷のこと。大谷を殺したのは誰か。帝国物産には何千人という社員がいるからな。まあ青地に口をばらせればわかるだろう。聞く。石橋。京子のこと。京子か。同じ日同じ場所で偶然に起こった2つの事件を彼女が結びつけてしまった。どういうことかわかるだろう。よし、俺は捜査を再開できるように上司を説得してみるよ。あんたは事務所に戻ってくれ。あんたの助手さんは事務所にいるんだろう。あいつは必ず彼女に会いに来るはずだ。その時は頼むぞ。じゃあ気をつけてな。場所意図を。どうせまたいなくなっちゃったんでしょ、この人。外へ出る。さて、どうしようか。どうしようか。場所移動。事務所。お帰りなさい。なんか含むね。聞く。陽子。高杉のこと。先生。聞く。陽子。事件のこと。先生、どうした？陽子喋んないね。こんな事件ひどすぎる。陽子がなんかもう落ち着かない感じになっちゃったね。人調べる。陽子、なんだか様子が変だな。先生、これ見てください。京子からの手紙です。なぜ京子から手紙が来た。ずいぶん前に届いていたらしいんですけど、私、郵便受けを見るような余裕がなくて、もっと早くに気づいていれば。取る。俺は陽子くんから手紙を受け取った。物調べる。持ち物。手紙。一体何が書いてあるというのだ。陽子、この手紙はホテルで書いています。陽子は山本って人知ってますか。知らないよね。しんちゃんがその人を殺そうとしているみたいなの。しんちゃんというのは岡崎さんのことです。誰かに電話をしてそういう話をしていたのを私聞いてしまったのよ。しんちゃんはレースに出るはずなのにどうするつもりなのかしらね。それにしんちゃん本当は気が弱いくせにそんなことできるのかしら。とにかくしんちゃんがそういうことをするつもりなら何とかしてやめさせなくちゃ、そう思ってきました。でね、陽子、さっき意外な人に会いました。なんと高杉さんです。懐かしいでし
私高崎さんに相談してみようと思います。力になってくれると思うんです。それではまた。追伸。なんだかよくわからない手紙になっちゃったね。私が言いたかったのは、もしも万が一私の身に何かあったら、ここに書いたようなことがあったことを陽子に知っていてもらいたかったからです。その後のことは陽子に任せます。追伸その2。今ふと思ったんだけど、高杉さんもしかしたらしんちゃんに頼まれて。悪いことばかり考えたらキリがないね。それでは京子先生。聞く。陽子、高杉のこと。実はさっき電話があって、高杉さんが来るんです。そして陽子くんの言った通り、高杉はやってきた。実は事件のことでお話があって来たのです。いやー、考えれば考えるほどやっぱり犯人は岡崎以外に考えられないと思うんです。それで神宮寺さんの意見を聞きたいと思って。どうかしましたか、高杉さん。聞く。高杉、岡崎のこと。そうです、岡崎のことで。なんか見せる手紙。高杉、何ですか。なるほど、わかりました。陽子さん、席を外してくれませんか。そうだな、陽子くん、そうした方がいいと思うが。はい。いいえ、やっぱりここにいます。高杉、熊野のこと。でも何から話せばいいのか。順番に聞いてくださいよ。聞く。高杉、岡崎のこと。僕は岡崎がレースに出ないことを知っていました。実は岡崎は身代わりレースを僕に依頼してきたのです。田村の前にです。僕は断りました。それからしばらくして青地さんから大谷と亮さんを殺すという仕事を依頼されたのです。見返りは社内での素晴らしい待遇でした。僕は断れなかった。すごい会社だね。だけど計画は僕に任されました。そして僕は岡崎に全ての罪を押し付ける計画を考えついたのです。そして最後に岡崎を殺せばうまくいくのではないかと。ふむ、偶然事件が重なったわけではなかったんだな。はい、計画でした。聞く。高杉、田村のこと。田村を事故に見せかけて殺したのは大谷です。岡崎は関係ありません。美希さんに岡崎のふりをして電話をしたのも大谷です。計画は僕が立てました。田村は岡崎が身代わりレースを最初僕に依頼したことを知っていたから口を塞こうと思いました。それに美希さんの証言があれば捜査の目を岡崎に向けるのに役立つと思いました。聞く。高杉、青地のこと。あの人は上と下との連絡係にすぎません。会社のどこまでが事件に関係しているのか僕には分かりません。聞く。高杉、大谷のこと。大谷は密輸捜査官に目をつけられていた。もう密輸は任せられない。それにいろんなことを知りすぎていた。彼は殺されるしかなかったでしょうね。大谷を殺したのは分かりません。おそらく僕のように出世という餌に釣られた若い社員でしょう。怖い会社だね変わんないよね、あの暴力団とこの中に出てくるね。高杉、京子のこと。ホテルで京子さんに声をかけられた時は驚きました。あ、その時岡崎が京子さんを殺すつもりだったなんて知らなかったんです。僕も田村や京子さんと同じように岡崎に騙されたわけですね。
とにかく僕は京子さんを生かしておくわけにはいかなかったんです。彼女にピストルを突きつけた時の彼女の表情、僕は一生忘れられない。聞く、高杉、山本のこと。山本が死んでいたなんて全然知りませんでした。聞く、高杉、ミキのこと。彼女が岡崎を殺すとは思ってもいませんでした。あれで計画が大幅に狂ってしまった。聞く、高杉、小林組のこと。その辺のことになると僕では分かりません。聞く、高杉のこと。喋んないね。陽子さん、僕は苦しかったよ。私、今は何も言えない。言えそうにない。数日後、石橋の努力により青地が逮捕された。巨大な密輸組織だった。帝国物産の上層部だけではなく政治家の一部も密輸に関係していた。警察に圧力をかけたのはその政治家たちの力によるものだった。大谷は密輸組織の手先としてチーム塚巻の一員となり密輸の手配をしていた。レースのために世界中を飛び回るレーシングチームは絶好の隠れ蓑だった。がしかし両渓谷が大谷の正体を見破った。そして事件が始まった。俺たちを巻き込んで。そして事件に巻き込まれた一人、陽子くんが姿を消した。もう何日も姿を見せない。連絡も取れない。陽子いなくなっちゃったの？呼ぼうよ陽子。連絡する。陽子、一体陽子くんはどこへ。じゃあ万能タバコだ。万能タバコをしよう。俺はタバコに火をつけた。一体彼女は。お、誰か来る。この足音は。先生。うわ、煙たい。もう。タバコを吸うときは窓を開けるか換気扇を回すか、どちらかにしてくださいっていつも言ってるじゃないですか。よかったね、来てね。陽子、陽子。事件のこと、もういいじゃないですかそんなこと。聞く、陽子、陽子のこと。そうだ先生、天気もいいしお散歩に行きませんか。ね、行きましょう。場所移動、外に出る。散歩もいいが、陽子くんどうしたんだ、大丈夫なのか。場所移動、外に出る。そうだな、今回の事件にはもう触れない方がいいのだろうな。よし、行くか。先生、私あれからずっと考えていたんです。これからどうしようかなって。でもいくら考えてもわからなかった。そしてとてもいい考えがひらめいたんです。先生、私先生に仕事を依頼したいんです。私の親友に美園陽子っていう女の子がいるんです。本当は明るいいい子なんですけど今ちょっと苦しんでるんです。それで先生、彼女がこれから元気にまた元の彼女に戻れるように見ていてほしいんです。ね、先生、この仕事を受けてもらえますよね。そうだ、報酬は私がまだもらっていない先月と今月のお給料、それを当てることにしてあげます。断ったりしないですよね。そうと決まればさ、お散歩に行きましょう。神宮寺、先月と今月の給料まだ払ってなかったの。ひどいね。場所移動、外に出る。やれやれ、厄介な仕事を頼まれてしまったな。ま、いいか。タバコ。やっぱりタバコすんだね。なんかでも昔の神宮寺の作品って陽子と神宮寺の距離感がね、なんか
ちょっとあやふやだよね。ちょっと静かにエンディング見ましょうか。長いかなこのエンディング。あ、でも多分もうすぐ終わりだな。はい、ありがとうございました。今回前後編で2回に分けて撮りました。あともう1作品入ってるので次回はこれを撮ってみよう。音とか声とか大丈夫だったかな、もうそれだけが心配なんだよね。ではご視聴ありがとうございました。別の動画でお会いしましょう。銀南でした。